アダム・トレバー・エンゲルは、アメリカ合衆国オハイオ州シンシナティ出身のプロ野球選手。ウトを右打ち。MLB のシカゴ・ホワイトソックス所属。愛称はクラーク。2013年の MLB ドラフト19巡目で、シカゴ・ホワイトソックスから指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級グレートホールズ、ボイジャーズでプロデビュー。 56試合に出場して打率、301.3本類が30打点、31盗塁の成績を残した。2014年は、ルーキー級アリゾナリーグホワイトソックス、A 級カナポリスインティミディターズ、A 級ウィンストン・セーラム・ザッシュでプレーし、3球団合計で103試合に出場して打率、264.7本類が38打点、 39盗塁の成績を残した。オフには、オーストラリアのウィンターリーグである、オーストラリアンベースボールリーグに参加し、シュドニーブルーソックスに所属した。2015年は、AQ ウィンストンセーラムでプレーし、136試合に出場して打率。251.7本塁が、43打点、65盗塁の成績を残した。オフには、 アリゾナフォールリーグに参加し、グレンデールデザートドックスに所属したが、19試合で、打率。403を記録して MVP に選出された。2016年は、A 級ウィンストン・セーラム、A 級バーミングハム・バロンズ、トリプル A 級、シャーロット・ナイツでプレーし、3球団合計で129試合に出場して、打率。264.7本塁が、46打点。 45盗塁の成績を残した。オフの11月18日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2017年は開幕からトリプル A 級シャーロットでプレーしていたが5月27日にメジャー初昇格を果たした。同日のデトロイトタイガース戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは97試合に出場して打率。 166.6本類が21打点8盗塁の成績を残した。ありがとうございます。